NT ライト・ NT ライトは、イギリスの聖書学者である。指摘ス第3の探求、及び、パウロ神学への新しい視点等の研究で、知られている。極めて多産な神学者、聖書学者であるが、主要作品群は、学術色の強い、現在も執筆が続けられているキリスト教の起源を、めぐる研究作品シリーズ、より広い読者層向けに書かれた三部作、また、 新約聖書の平易な仲介書シリーズ等である。母国、イギリスのみならず、アメリカ合衆国でもその名声はつとに知られており、英語圏では口の新約聖書学者である。なお、イギリス国教会の第4位の行為であるダラムのビショップの任にあったが、2010年8月をもって、退位、同年9月より、スコットランドのセントアンドルーズ大学で教鞭を取る。 2019年より、オックスフォード大学のウィクリフホールのシニアリサーチフェローに就任した。1968年より1971年まで、オックスフォード大学のエクセターカレッジで古典学を学び、一級優等学位を取得。さらに1973年に、進学にて再び一級優等学位を取得した。また、百七十五年には、同大学。 ウィクリフ・ホールより修士号を授与され、1981年には同大学、マートン・カレッジにて博士号を授与されている。1975年より、マートン・カレッジのジュニアリサーチフェローとして、研究者としてのキャリアをスタートした。ケンブリッジ大学、マギル大学、オックスフォード大学で教鞭を取った後、2003年より、イギリス国教会のダラムのビショップの地位にある。また、 エルサレムのヘブライ大学、ハーバード大学、ローマのグレゴリアン大学の客員教授でもある。ティンデル聖書中海コロサイ人への手紙、ピレモンへの手紙命の言葉者、2008年、クリスチャンであるとは、アメンドー、2015年、新約聖書と神の民信教出版社、2015年2018年、使徒パウロは何を語ったのか 命の言葉者、2017年、シンプリージーザスアメンドー、2017年、悪と神の正義教文館、2018年、驚くべき希望アメンドー、2018年、イエスの挑戦命の言葉者、2018年、シンプリーグッドニュースアメンドー、2020年、神とパンデミックアメンドー、2020年、やそ、アンドザビクトリーオブゴッドホートレス、1996、 ザリザレクションオブザサンオブゴット、フォートレス、2003ポールザフェイスフルネスオブゴット、フォートレス、2013NT ライトアポインテッド、ツーチェアアットストリートアンドリューズハット、プロフェッサー、NT ライトツーデリバーザノーグアール、マイケルグリーン、レクチャーイン・オックスフォード、ワイクリフ・ホール、 w w w i c l i f f o x a c u k 2 0 1 9年12月31日閲覧。ありがとうございます。